に入れた、ダンクです。まだ AI ですが、ここも原が原に入らず、ムーニーです。ムーニー、ここは決めた。富樫、いやー、巧みなハンドリングを見せていく。そしてフェイントから、いやー、うまいクッキング、うまい富樫勇樹。天皇杯を終えたばかりとは思えない圧巻のパフォーマンスですね。ものすごい、いい富樫。富樫のこのスリーが決まる、3本目。1ポイントも3本決めた富樫、今日27得点。よー、これも決めた。ゾーン1ゴール下のあたりで、千葉ゴールです。富樫、また自分でいくか、ジャンプ、シュート。ハルリバンド争いをしてしまったと。富樫には打たせたくない。ここはピロタかいくぐってタイミングをずらして決めて33点。京都のこの2ビッグの時間帯もね、よりペイントエリア強力になるんでね。うまいパスだ、ムーニー。いや、これで B1 個人通算100ダンク達成。リードチェンジが繰り返されます。はい、なので今こう配信を、ね、見てる方たちも、富樫から入ろう、ムーニー。素晴らしいパス、素晴らしいダンク。ここを抑えたい京都。いや、ユトン選手に待ち合わせ、はい、絶対スリーは打たせないという、はい、そんな気持ちを感じます。入ってきた富樫、レイアップですか。これが富樫勇樹、22連勝中、東地区の優千葉ジェッツ。さあ、ここは富樫、富樫が狙った、スリーポイントが決まる。これが富樫勇樹だ、83対83。なかったですよね、はい、なので、まあ、考え方としてですけど、はい、取ってディフェンスの対策される方が多分嫌だよねって話だったかもしれないですね、はい、それも絶対的な信頼ですからね、はい、そうですね。どのデザインよりも、はい、腰を落とす側は、はい、剥がせないですね、はいはい、小沢がつけ、佐藤拓磨もいますが、富樫が入ってきた、上を抜いた、なんというショットだ。佐藤から富樫、はい、この後ギア上げてくると思うんですけど、はい、懸命につく小西誠也、その上を富樫勇樹通します。いや、この判断ですよね、はい、決めたプレーですよね。いい判断見せました。さあ、今度は富樫が入ってくる、引きつけてからツーポイントシュート、うまい富樫。昨日から本当京都はこの富樫選手のマッチアップっていうのをどんどん変えてきますよね、はい、パス、うまい、最後は原。さあ、どうしますかね、富樫、十分時間は。さあ、スピードを乗って富樫が来た、パスにした、ムーニーだー。締めくくりはこのジョン・ムーニー。ただ京都、久保田今日初めての得点、スリーポイントで沈めました。再び点差1桁、京都のブースターも、はい、ここでアンクルブレイク、富樫。いや、富樫選手のショット決めた後のね、はい、片岡奪いました。お、どっから出てきたんだっていう感じですよ ね小川ですよね、今ね、富樫、はいね、フローター、おー、パスだった、アリュークでした。小川選手のスティールからでしたね、まあ、ここの間の抜け方も見事ですし、そしてムーニーのアンプ、はい、ドンピシャでしたね。富樫、ここもバスケットカウント、富樫勇樹、あっと奪いました、富樫、はい、ロー、外からロー、スリーポイント決めた。お内は富樫からムーニー、2点できました。お互い外からのシュートしていきますが、ここはまだ決まっていません。富樫ドライブで来る、自らアタックして、今のなんですよね、はい、やはりアタックした瞬間ですね、遠藤選手が行っちゃダメなんですよ、ここでパックしておかないと。なるほど、やはりドライビングレーンを消すっていうことは重要なので、
あそこもう道が空いてしまうと富樫はここをついてくるわけですね。あっと相手に当たってそのボールが千葉になってムーニー、こういうのを少しずつ抑えていきたいですね、はい、体型的にアルマの方がね本当にどっしりとしてるんですが、それでもビッグローが押し込みました。そのビッグローがかわされる、しっかり見ていきます。小島田10点差、これも奪って小川からビッグロー、そしてもう一度パス回しからの米山、富樫から、いやここにアリウープだ、こういうプレーも見せてきました。もうここからこの動力が、はい、あうまいですね、パッキングで、そしてキックアウト、富樫だ、ドライブで来る、決めていきました。これは富樫ここもまたね完全にフェイクでかわして、はい、オフサイド、うん、スピードで来る、そしてうわこれを決めました。いやチームを救うショットはタフショットがあるっていうのは一つあるのかなと思います、これも結局 出せずにそのまま走っていって、はい、でそのままあの振り向きざまにですよ ね、あの勢いのままですよね。コーバー選手ついてますからね。そうなんですよ。でどうしようか、ここからですか、ね、ここですよ、